外紙これは要は自殺が多いんじゃないですか。自殺が多いってことで、この網に近づきました。自殺できないように飛び降りがないようになってるんですよ。あー本当だ。ちょっとこれあれじゃん、こうなってるでしょ、こうなって内側向いてるじゃん。それがこれどっかにへこみとかがあると、そっから、あー、ここ向けないんだ。あ、本当だ、これか。うわー、あー、自殺が多いから、あ、これはでも結構高いわ、下怖い。あ、ほんとだ、結構高い、これ死ねる高さだ。あ、はい、これは怖いですね、これは怖いわ、死ねる高さですね、これは。なるほどね、だからか。うわー、これはね、怖いです、確かに。駐車場ありましたね。あ、ありますね。これは死ねる高さです。行きましょう。懐中電灯やらないからいいですね。あ、そうですね。結構明るいわ。さっきのところよりは全然明るい。ここはこの辺で一番有名な、うん、あ、そうなんですね。ユノさんつけて。あ、だいぶそれは録画します。あ、録画ですか。心霊トンネルじゃない、答えとかないと。心霊トンネルじゃなくて、電波とか大丈夫なの、これ。ところで電波とか音と、うわ、やだこれ、ここ全然行けんじゃん、ここ。あ、ほんとだ。いや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 、橋の名前が書いてないな。あ、書いてある、ここなんかバツが書いてあるわ。うわ、こわ、これ。あ、書いてある、書いてある。ちょっと飛び降りづらいですね、この場所は。まだ、あ、ほんとだ、あ、ほんとだ、ほんとだ、確かに。いやだな、これはさ、やばい高さでしょ、これは。これはやばい高さだよね、だって。これはやばい高さじゃない？これがさ、飛び降りれないようにこっち向いてるんですよ。高いですよね、これ。めっちゃ高い、これ。こんなだよ、だって。そう、道路、川じゃなくて。
これ普通にさ、川ぐらいあるもんね。でもこれが有名なね。ここは結構下から見てもちょっと不思議な橋なんですよね。いや、そうなんですか。不気味じゃないんですけど、はい、なんか形が変わってるっていう。橋、内越橋。めっちゃ綺麗ですね。違うさ、横浜のビル群ね。県内だったらこのフェンスなければ別に夜景がこうやって見える。あ、綺麗だなって。そうですよね。あ、そうだ、思い出した。え、自殺スポットって、はい、綺麗な場所が多いんですよ。え、そうなんですか。やっぱり最後綺麗なとこで死のうみたいな。自分が亡くなる時に汚いところで死にたくないんですよ。一応綺麗で、ただ夜だったりするんで、日中は綺麗だけど夜は真っ暗みたいな。まさにこういうとこじゃん。じゃあやだ。いや、こういうところにへこみとかがあるとさ、やばいわけ。定点カメラして映ってそう。そうだね。どうなんでしょうね、減ったのかな。だいぶ本気ででもやろうと思えばできますもんね、全然これ。まあまあ、ただ女性なんですか、あんまり力がなければ登れないですよね。高島平団地の自殺がすごい多かったですけど、ペースをつけるようになってからすごい減ったみたいです。あ、そうなんですか。やっぱ効果があるんですね。じゃあ、あるんですよね。あとまあ高いビルが増えたんで、あ、昔は少なかったから高島平団地、はい、場所が、そっか、しかなかったみたいな。今別にいっぱいありますもんね。こっからも降りた。もう完全に封鎖してありますもん。ここも閉めてるって感じ。あとで録画検証したら映ってる可能性も。あ、そうだね。花植えてある。なんかここ気持ち悪い。お墓みたいで、なんか不要の墓じゃないですか。そうなんですかね。いやー、そうね、後で見たら。うわあ、このほら橋の色。あ、本当だ。あ、これだ。そうだ、これが赤い、赤いですね。ちょっと珍しいですよね。うわあ、怖い。なんか海とか、あ、見て、山とかにあるような、なんかね。あ、そうですね。鉄道のあのあれみたい、橋みたい。ああ、なるほど、そうですね。そう、ゆうのさん髪長いでしょ。髪すごい長いよ。私の黒髪より長いよ。中国人の女の子に髪長いね。髪長いねって2回言われました。2回言われたらしい。髪長いね。マッサージしに行ったら、あの肩髪に行ったら、はい、ああ。作られた 年月が書いてあるわ。あった、危ね。作られた昭和3年。あ、昭和3年8月9日竣工。昭和3年ってことはすげえ昔じゃん。え、もう100年ぐらい経つってことじゃん。昭和3年って古い橋なんだね。めっちゃ古いってことか。100年も経たない。昭和って何年まで。63か4でしょ。もう100年ぐらい経つってことじゃん。じゃあ
約。こんな綺麗なのにね、横浜の夜景が。ってことはでもこっち側に飛ぶ人が多いんでしょうね、ちょっとあっちじゃなくて。ああ、やっぱ夜景見ながら。そうですよね。めっちゃ道路の真ん中あるっておじいちゃんみたいにいるわ。やばいわ。めっちゃ道路の真ん中あってるわ。嘘でしょ。道路のめちゃめちゃ真ん中をチャリで走ってる。え、歩いてんすかあれ。歩いてチャリンコをして歩ってますね。95年前。ゆうのさん生まれた年じゃないです、さすがに。95年前やばい、ね、95年前。激アツでしょ。霊か、あれ、あれ霊なの、あれ車すり抜けたら霊だわ。あ、昔でも僕作業着の姿、はい、あの山道で日中、車走ってたら、道路の真ん中に作業着の人いたんですよ。いやだー。でパッとちょっと目離して撮ってみたら、いなかったです誰も。後ろにいるってパターンじゃないですかそれ。後ろにいるのか。なんで俺作業着の人もいるのかなって。まあ幽霊かわかんないですけどね、なんか不思議な経験にして。怖っ。怖くはなかったんですけど。あれか、ガードレールがあるからあの人戻れないんじゃない？最初に道を間違えちゃって。あー、なるほど。ガードレールがあるから戻れないパターンだと。あれ幽霊じゃないね、ちょっとしんどそうだもん。だって坂でちょっとしんどそうだもん。しんどそうな幽霊かな。しんどそうな幽霊。なるほどね。あ、これあれですね、セブンの。え、セブンのあのなんかあの揚げ物の袋ですね。そう、うわ、なんかめっちゃなんかあのお守りっぽいと思ったんですけど。本当お守りっぽくセブンの袋を。袋ただのセブンの七チキの袋でした。七チキの袋やないかい、これ。怖いな。例の仕業かと思ったわ。もうお守りをしてるのかと思って。こんな感じかな。こんな感じやね。お化けいないわ今日。さっきのおじいさん通っていったかな。いや、さっきのおじいさんも消えてるわ多分。あ、消えましたね。消えましたね。この世のものじゃないわ。画面の揺れが消え、うるせえな本当に。うるせえよお前。さっきのじいさんやっぱこの世のものじゃなかったわ。待って、くしゃみみたいに聞こえた今。くしゃみみたいなの聞こえた。怖いね。でもね、風はねちょっと吹いてるわ。近所の人嫌だろうしな、挨拶。嫌ですよねこんなに。画面揺れないでしょ、大丈夫でしょ。
気持ち揺れるでしょ。怖いわ。結構高級住宅地みたいな。そうです、なんかね、大きい家が多いですね。立派なお家がいっぱいあるわ。あ、景色としては綺麗ですもんね。めっちゃ綺麗ですね、ここ横浜が一望できるわ。景色が綺麗な場所だ。あそこの家はすごい豪邸じゃないでしょ、絶対。バラックで、バラック。あれがあれだわ、横浜のランドマークタワーだわ。あ、すごいですか。あれがランドマークタワーね。怖いわ。橋でも怖いね。大丈夫ですよ。あ、大丈夫です、大丈夫です、これ。あの、あれが100円。タイムズクラブカードをお持ちの方は、お客さんの前にタイムズポイントをタッチしてカードを出してください。あれ？私免許持ってないんだよ。よくみんな免許持ってるわよね、ほんとね。免許ってさ、取るの時間もかかって金もかかるでしょ。 よくみんな持ってるなと思うよ、私。免許時間もかかってさ、金もかかる。よいしょ。免許めんどくさいですよね、取るの。めんどくさいですよね、絶対、うんうん、そうですよね。みんな持ってますよね。しかもこれがいらないよ、もう自動運転なんか。あ、これ充電しちゃって。ありがとうございます。みんな持ってるよ、免許。僕、免許取ってずっと乗ってなかったんですけど、あ、配信始めてから運転するようになって、うん、配信してたら絶対車あった方がいいですよね。僕の場合はそうです。